あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。さあ今夜も始まりましたオードブルの深夜に飯テロ。今夜も FM ギノワンから生放送でお送りします。オードブル松田健吾です。あ、どうもこもこもです。お願いします。はい、お願いします。ということで今週もやっていきましょうって感じですね。今週も始まってしまったということで、始まってしまったよ。週1回のラジオが始まっちゃったんだ。始まってしまっちゃったから、あ、仕方ないですね。本当はダメなんですけどね。なんでいいだろ別に。本当はね、別にいいだろ。始まって本当はダメなんですよ。なんでダメだよ。始めちゃダメなんですよ僕ら。初めていいだろ別に。ダメなんですけど もう始まったならもうしょうがないですね。そうっすか始まってダメだったみたいです。もうしょうがないです、まあ、全員の責任ですこれ。やば、はい、いや始まるのが正しいんですけどね。毎週やらせてもらってるんで、はい、もう始まっちゃったという。なんだろうそんなにやりたくない。なんすかな、言いたげな顔してキャンさんが。なんそんなに嫌か。そうだよ、怒ってるキャン。嫌だったら毎週来ないだろ。そっかじゃないだろそこまでの返しまで考えとけよ。嫌だったら来ないよ。そんなないでしょうよ。そら昨日も来たでしょ俺は。昨日も来た、うん、そうなんです。凸凹にパシられまして。あ、そうっすかいいじゃないですか。ちょっとエントリー用紙ちょっと忘れたんで、うん、持ってきてもらっていいですか、うん、ってよかろうっつって。パシる持ってよかろうっつって。よかろうっつって自分の分は取った。その時自分の分は取った。うん、全然取ってない。ほらやっぱりないや、その、いやいや、それは知らんよ。お前が持ってるかとかね、はい、知らないですよそんなの。なるほどね。いざあっても2つね。それは思う俺も今ならね昨日言ってもらわんと昨日言ってたんだったらそれは確かにっつって持ってきてた。なるほど、って言ってないわけだから、それはね、はい、俺にも責任があるし、うん、2人にも責任がありますよ。これはい、絶対ない。その裁判は絶対に負けない。俺だけの責任じゃない。その裁判には負ける自信がない。そんな、はい、まあまあまあいいでしょう。はい、うん、この沖縄のそこから TV っていう、うん、はいはい、沖縄あるあるを、はい、まあその TikTok なり YouTube、はい、ショート、最近は Instagram でもね。あ、そうなの。あのアップをしているんですけど、まあ縦、はいはい、ショートですね。 YouTube だったら縦画面のね、はいはいはい、まあ本当10秒20秒ぐらいのあるあるをね、うん、はいはい、まあその FEC の若手芸人を主に使いながら、まあ撮ってるんですけども、はいはい、その僕はもう以前からこう言ってるんですけど、うん、まあ僕はあの撮影編集なりなんなりね、うん、やってはいるんですけども、はい、やっぱこの前から言ってるんですけど、はい、松田健吾ピンで出ると伸びるんですよ。それが分からないんだよな。ごめんなさい、あの沖縄のそこから、まあ、TikTok が一番伸びてるんで、うん、TikTok で沖縄のそこ、うん、そこは SOCO ですね、はいはい、SOCO で、はいはい、から TB からはひらがな、からひらがなの TB で、はい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 、英語で入れてもらえればと思うんですけど、はいはい、出てくると思うんですけども、はいはい、あのまあ一応 TikTok めっちゃ伸びてて、なんか見たいですね。まあ基本的にはもう1万回は出せるぐらいまでは持ってきたので、うん、でまあものによっちゃ 4,5 万、うん、はい、10万、はい、であるんですけども、はい、マツケンが一人で出ると、一、うんうん、人です。あのマツケンプラス誰かの時とかも一応伸びますよ、うん、1万とか、うん、でももうマツケン単品、はい、もうピンの時本当に一人だけ出てる時の、うん、声だけ元しみたいな時ね、とか、うん、まあ、画面上マツケンのみの、うん、動画は、うん、めちゃくちゃ伸びる。平均が5万以上なんですよ、まずとりあえず。基本ベースが1万超えるかなとか、うん、まあ調子いい時3、4万の中、はい、君のだけは基本5万からです。まず5万から5万からで、オークションみたいに言われてます。で、一番伸びてるのが、はい、沖縄の人は、ピンクのことをピンクイっていう、はいはいはい、まあ、結構なあるあるですけど、はいはい、結構昔からあるね、うん、まあ、ピンクイの取ってとかピンクイシャツ取ってとか、うん、なぜかピンクにイをつけるっていうあるあるなんですけども、うん、こう松健一人でやってもらった、うん、ここ一人も、はい、あれですよ。だからその1万がベースですから、はいはい、まあ1万でもまあもっとすごいですよ本当は、はいはい、TikTok でバズられてるというのは、うん、本当に1000万とか、うん、そういうレベルですけども、うん、まあこの今まで FEC なり自分たち芸人でね、うん、やってて1万回ってあんまりね、はい、あんま結構僕らとしてもでかい数字じゃないですか、うん、
ていう中ですよ、うん、そういう動画がいっぱいある中、うん、彼のピンクの動画、うん、20万を超えてます、あ、そうです、23万ぐらいいってる、へえ、これはすごいなと。まあ、でも他で言うとまあ20万のもありますよ、別で2位とかで、ランキング2位で、うんうん、とか、まあ、本当に5、6万がまずベース、ベース、うん、平均でトップをお前20万で走、23万で走ってると、うん、であれでしょ、そのバイト先とか、うん、その関係はね、その、うん、SNS でつながってもいないその、うん、人たちにも、うん、今 TikToker って言われてるんでしょ、今言われてないですよ、TikToker とは言われてない、今インスタグラマー TikToker って言われてる、言われてない、あ、そうなんですか、僕はノットインフルエンサーなんで、あ、インフルエンサーとしては扱われてないんですか、なんか TikTok 見ましたよって言われて、あ、ね、うんと思った、だこれなんてその沖縄のそこから TV って目打ってるんで、うん、1ミリもマツケン要素はないんですよ、うん、誰が出るチャンネルには、うん、チャンネルにはね、うん、だからマツケンがあるんだったら、あ、マツケンやないかいって言って、うん、フォローするのは分かります、はい、だからそこから TV というその、うん、マツケン要素ゼロの中、はい、やっぱ彼が見つかって、ね、TikTok やってるってなるっていうのは、うん、それだけ回ってるんですよ、はい、回数が再生されてるってことでしょ、うん、で僕はそうずっと言ってました、うん、君に、うん、そんなわけないと、うん、確かに僕は中田さんにも言いました、うん、そんなわけないと、うん、言ってました、ま、松田にそんな能力はないと、ないと、うん、そんなわけないと、うん、で最近インスタグラムも始めたんですよ、はい、まあ、まだインスタグラムマジ始めたてなんで、うんうん、200回とか、うんうん、100回とか、うん、よくて500回、はいはい、マツケンの動画、はい、全部1000回超えてます。へえ、まあ、数はねちょっとまだ少なめではありますけども、まあ、このフォロワーの相対数、まあ、相対数あるかもしんないんで、こっからかもしんないですけど、はい、マツケンピンやっぱ群を抜いて結果を出しますね、うん、そうですか、インフルエンサーと呼んでますけど今後彼を何が問題って自ら発信してないですからね、基本的に、やっぱりこれを、はい、勉強し何かに活かせないかなと思ってるんで、僕単品松健単品なぜか伸びる、なんでねん、なぜか知らん、本当に分からん、なんでか知らんけど、うん、やーは伸びると、なんなんでしょう、なんなんでしょうね、なんなんでしょうね、何の魅力があるんだと、なんお前ピンにと、俺ごときいやこれが領土とか、分かるよ、帰りとか、うんうん、まあ仮に、まあ、まだ俺の方がでかいし、見た目的にパッて入るわけじゃないですか、うん、そのスクロールされてる中、そんな中、謎メガネが、謎の黒髪メガネが、正直そこまで特徴はない方じゃないですか、ないですよ、特徴ないのがいいのかもね、だからね、その中身だけを見れるかもしれない、無駄な情報がないかもしれない、知らないけどね、うん、そのピンク以前に俺が出てきたら、やだデブやってなるわけじゃないデブやんってなって、いやーはなんもないんで、彼に関してはなんかイケメンが、あ、ちょっといいね、亮太なんか可愛らしい可愛らしい子が出てきたね、タイガさんなんかあの皮膚悪そうだなとかなんか分からんけども、森光も一回使ってみてじゃん、あー、なるほどね、いや別に森光の特徴がないわけではないけど、どちらかというと森光はまだイケメン寄りじゃないですか、イケメン寄りですよ、そうなった場合どうなのかっていう、あ、まあどちらかといえば森光さんも、うん、まあ特徴がめちゃくちゃあるかって言われると、うん、別にない方ではあるかとは思うんですよ、大きくジャンル分けしたら俺と同じだと思うんですよ、まあ、大きくジャンル分けしたらでもイケメン寄りではあります、イケメン寄りではあるんだけど、まあまあ黒髪系のメガネがいいのか、うん、あ、それとも俺に何かあるのか、あ、分かんないです、これちょっと検証、検証してください、いつかね、一回森いつかちょっとお願いして、はい、森光さんにも一個取らせてください、検証の余地がございます、ね、黒髪メガネが入るのかがいいのか、うん、その俺に何かがあるのか、やっぱお前に何かがあるかもしれない、ないと思うんだけどな、そのインスタグラムなり TikTok なり、うんうん、インフルエンサーとしてのお前のね実力がちょっと試されてきますよ、俺全然別にあれなのよ、俺 SNS なんだろう、その好きじゃないでしょ、見るのは好きよ、見るのは好きだけど自分でやるのはその好きじゃないから、まあ何かしらあるんでしょうね、はい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 、それもちょっと後日、うん、はい、まあ、ちょっと今すぐではないですけど、全然今すぐじゃないけど、何かしらで確かめていただければなと思いますけどね、はいはい、だそれと TikTok に似た話で、うん、あのこの前、うん、中地とコンビニに行って、はい、そしたら、うん、中地くんも今 TikTok、まあ、インスタが伸びてるんだけど、あいつどちらかというと中地はインスタでも TikTok もちゃんと結果出してる、うん、最近ね、はい、毎日ね1本動画必ず上げて、はい、上げてるね、偉いですよ本当に、うん、その中地とコンビニに行ったら、うん、店員さんに、うん、TikTok 見てますって、あ、 TikTok やってますみたいな、うん、言われたわけよ、うん、そ中地が、うん、どっちですかって言ってはぁと思って俺、いや確かに TikTok やってます僕も、うん、編集をいやでもそこから TV 出演もしたりしてるじゃないですか、1、2回ありますけども、うん、基本は出てないですと、うん、編集ですと、うん、
その、うん、その運営をしてると、うん、何あいつ分からんけどね、あいつの中で先輩を立てようとしたのか、天然ですよ、何なのか分からんけど、 あいつもたまにナチュラルボーン失礼があるじゃない なんですけど、元さんの可能性もあると、ないだろ、ないだろと。だからずっと店員がえみたいな、このデブは TikTok かなのかみたいな、俺が見たのは中津だと、うん、彼は見たことあると、うん、このデブは見たことないって顔してました。お前その方が恥をさらしてんだぞ俺かと。か中津もだから、もしくは天然のふりした嫌がらせの可能性。最低ですね。遠回しすぎて大最低ですね。天然のふりして嫌がらせしてる可能性もあるからな。泣きにしまわらず、そんな、まあ、もちろん連鎖しますけども、はい、その中地くんがですね、中地くんとお話をしてて、中地くんと最近、うん、読谷で飲んだりとね、はいはい、まあ、ケンさんも一緒ですけど、うん、なんか上がってたな、いろいろ最近一緒にラーメンも食いに行ったりね、ちょっと一緒にいる機会が多いんですけど、中地と僕がだからそのちょろっと話したのが、うん、基本的に僕が勧めるもん中地嘘つけって言うんですよ、うん、いや面白くないよって言うわけ、うんうん、中地も結構真逆じゃないですか、結構そういう王道を、うん、ちゃんと意外と通ってないタイプじゃないですか、中地も。ワンピースは読んでますけど、うんうん、ハリーポッター見たことないとか、ああ、ね、あのライダー系も一切見たことないとか、特撮あんまり得意じゃないとかね、結構王道系、まあ、ちょっと中地も変な感じはしますけど、うん、まあ、僕も僕でちょっと特化しすぎてるっていう部分もあるんで、うん、好きなものにしかいかな い意見が結構ね合わないタイプですけども、うん、はい、そのカンカンで飲むジュースと、うん、ペットボトルで飲むジュース、うん、もう全然違うわけよみたいな話をしたんですよ、中地に、うん、それは中地が、いやそんなわけないと、一緒と、うん、もう完全にお前が、うん、もうそういう感覚でやってるだけだよと、その感がうまいと思い込んでるがゆえの思い込んだけだよと、いや実際に、うん、これ本当にカンカンとペットボトル、うん、味違うんですよマジで、まあその入れ物のもの違いとか、うん、まあ冷え方とか、うん、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、入れてる容器の素材上、素材上味は本当に違うんですよ、はい、で僕はもうずっと結構言うじゃないですか、俺カンカンで飲むジュースはめちゃくちゃうまいと、俺もうほんとごめんだけど、うん、話の腰折るようで、あ、言ってみえ、俺ジュース飲まんから、うん、全く気にしたことがない、もう死んでしまえ。キャナさん飲むじゃないですか、意外とコーラとかカンカンがうまくないですか、真面目にこれ普通マジでいいです、全然本音でいいです、本音で瓶がうまいよ、まあそうなんですよ、まあ、瓶は、まあ、瓶が最高峰です、でも瓶ってあんまり手に入らないじゃないですか、なかなか売ってないっていうので、まあ、カンカンがうまいと僕は言うんですよ、うん、で基本的にカンカンが全部ジュースはうまいんですけど、うん、一番うまいのは、うん、あ、ラビット来た、コーラは缶がめちゃくちゃおいしい、いやそうなんですよ、そうなん、ドクターペッパーもめっちゃうまい、ペプシもうまい、うん、でカンカンもですよ、うん、ちっちゃいカンカン350、うん、350ml、はい、このサイズ、ね、まあ、ラジオでこれっていうのもあれですけど、このサイズね、このサイズ、そいつはその人にしか向けてないですけども、はい、まあでもよく見るサイズね、350のちっちゃい、でっかいやつじゃなくてちっちゃい方が、うん、うますぎると僕はずっと力説してて、あ、どうすか、一応カンカンの中でもでかいやつよりはちっちゃい方がうまいんじゃないですか、細いやつ、あ、細いやつ一番うまいね、太いやつが何言ってるの、あー、うまいね。でもまあ王道は350じゃないですか、でかさとかね、小ささで言ったらね、そうなの、ってなった時にもう力説したけど伝わらなかった、うん、伝わらなかった、ラジオでちょっと証明してみてくださいよと、みんなの目の前でと、なるほど、こいつなんだこいつと、うん、俺を遠回しにバカにもしやがってと、TikToker で、まあ中地は基本的に全員をちょっとバカにしてと思ったので、はい、もうラジオでやることじゃないですよこれ、まあ、1ミリも、はい、飲み比べ飲み比べを、はい、だから今用意してるんでしょ、ごめんなさい、ラジオをお聞きの皆さん、はい、すいません、でもほら ASMR 的にこの開ける瞬間の音だけカシャッとか、一応その飲み口でそれ分かっちゃうよって話なんで、紙コップにマツケンに 4つの紙コップ用意してもらいました、でそこに、うん、もう22でもいいです、はい、13でもいいです、はい、04はちょっと厳しいんで、さすがにないこれ、あの僕の中で比べられないから何がどれかは知らないんですよ、うん、ただうまさが段違いなんで、はい、うまさで当てれるんですよ、うん、と僕は力説してますので、はい、これやるで僕も本当にこうずっとあっち見とくんで、うん、まあそのもう一回開けて、一回開けてみて、一回タバコ吸ってきて、あ、一回出ますか、一回出てタバコ吸う、タバコ吸うの、例えばよ、例えばあ、もう味覚殺す、一回味覚殺してくる、俺今、いや、ラジオ中にタバコ吸っていいの、俺ダメだろ、違う違う、この奥、ほら、これ奥、あ、もうもちろんね、もうもちろん、そうだ、あ、そうだ、じゃあ一回出るとは出るけど、うん、え、味覚殺した方がいい、
どっちでもいい。キャンさんに委ねます。味覚殺した方がいいから。いや、わかんない。どうせ外出るんだったらタバコ吸っていいよ。から言ってるから俺は。味覚殺してくれ一回。どうせあんなミリ数で変わらないよ。ニコチンで殺してくれ一回。うん、大丈夫よ。どんなにメソルはだろ。で、一応3分ぐらいです、だから。うん、だからいいよ。君の中で好きなように入れて、はい、そしたら一応みんなにも伝えることができる。あ、ね、そのどれに入れてますよ。 外は聞こえないんだって音。ごめんなさい、何をこんなにお前熱くなってんだと思うんですけど、うん、俺ガチで当てに行くんで、はいはいはい、こ外は聞こえないの音ね。聞こえるよ。ギリギリ聞こえるか。あ、ギリ聞こえる。じゃあもう、じゃあそれは言わない方がいいのか、うん、じゃあ言わないで、じゃあ言わないでやりますけど。あ、行ってもいいです。じゃあもう、うん、めっちゃ奥まで行きます。もう一回車行ってタバコ吸ってもらって車まで行きました。決めました。でも車でラジオ聞かんだよ。あ、もちろん携帯置いてく、携帯置いてく、はいはいはい、でめっちゃ下まで行って、うん、1本吸って帰ってきます。はい、1本の間行けるっしょ。行ける行ける。全然時間3、4分なんで。その頃には違うコーナー行ってるっす。 OK OK OK。 なんでこんな俺は熱くなってんのかは、うん、正直分かってないぞ。俺も分からん。なんでこんなに俺が熱いのか分からんけど、うんうん、やるからにはやろう。やろう、はいはい。お前のせいで今年の夏暑いんだよ。お前のせいか。異常気象、お前のせいか、この暑さ。じゃあ、もとし君も。もうちょっとしてから行こうかな。うん。うん、まあ、出ていくんでね。今出ていったかな。はい、今、多分玄関で。今、玄関出たぐらいですね。じゃあ、もうちょっとだけ見ましょうか。一応入れましょうか。じゃあ。もういいかな。もう入れちゃいましょうか、うん。はいはい。この音もみんな聞きたいでしょ。カンカン開ける音。はい、これね、いいですね。いい音。で、じゃあ、何個入れてもいいって言ってたんで、ちょっと分かりやすくするように、コップが今4つあるんですけど、そのうち2個青いコップで、あと1種類が白いコップなので、青い方にカンカン入れます。カンカンの方を入れます。で、白い方にペットボトル入れていくってことにしましょう。だから2個ある状態。4分の2が正解だよっていう状態にしましょうかね。そんな変わる？俺分からん。俺、じゃあジュース飲まんからな。分かんないんだよ。先に俺でやってみよう。あ、キャンさんやってみます。ちょっとカンカン入れ終わりまして、これね結構入ってんな。で、次ペットボトル。ペットボトル開けろとも聞くみんな。あ、音が弱かったです。注ぐ音とね、はい、まあ、量は同じぐらい入れましょうか。あいつに、俺これ見せられたらあいつ入れすぎだろうってわじらず、でもたくさん飲んでいいよっていうことなんで、はい、ここに今合計 850ml の紅茶家電がありますけど、じゃあ試しに先にキャンさんが味見してみます。してくれるみたいなので、はいはいはい、こっち、はい、おい、テイスティングの仕方でやるなよ。ワインのロマネコンティとかでやるやつでしょ、それ。その口の中で転がすみたいな、ジュルルジュルルってやつ。うん、変わる？変わる？どんなっすか？ぶっちゃけどうなの？キャンさん的に。これ本当に若干しか変わらない。若干？でも一応感のがちょっと多いし。うん。で、うん、でも、うん、ペットボトルの方が香りは出るかな。うん、ああ、なるほどね。香り、でもあいつの言ってるうまいって、その香りなのか甘さなのか分かんないじゃん。あいつがただうまいって、そのさ、例えば缶の方が甘いんですよとかあったら分かるんですよ。でもあいつの曰く缶の方がうまいってしか言わんから、うまいの感性すると、はいはい、華やかさがある、うん、美味しいよって主張してるのがペットボトル、うんうん、なるほどね。で、缶の方は、うん、シンプルに、はい、あ、紅茶感が強い。ああ、なるほどね、はいはい。だから口当たり的には、うん、そこまでなんかガツンって甘いとかなんかそういうの来ないけど、はいはい、あ、シンプルに飲みやすいし、うん、美味しいが感かな、が感、なるほど、ね、っていう印象でした。はいはい、なるほど、 OK です。これでだから元志君がこれを見破れるのかという話ですよ。今多分車乗ってタバコ吸ってんでしょうけど、あ、どうでしょうね、分かんないです。で、俺飲んでみてって言われるかもしれないですけど、僕もちょっと、僕ジュース嫌いなんで飲まないんですけど。僕、あの、甘い飲み物全部飲まないんで基本的に。あー、コーラうめ。そっちかい。結局コーラなんかい。
ーラも飲まんからな。その甘い飲み物がまず僕得意じゃなくて、飲めはしますけど全然買わない。コーヒーは買いますよ、カフェラテ。それこそあれできるかな、セブンのカフェラテとローソンのカフェラテとファイマのカフェラテで飲み比べできるかな。あ、結構カフェラテ飲んで、アイスカフェラテばっか飲んでますけど、カフェキキカフェできるかな、今度やってみようかな。キキチョコはもうできること分かったですよ、昔こっちでもやりましたけど。キキチョコはできるんで、だからどうなのかっていう話ですよね。できました、準備。はい、お、味覚潰しました。もう、もうみんな知ってる、みんな知ってます、みんな知ってます。見ないようにね。はいはい、見ないように。ああ、コメントをね、コメントは書いてないです、書いてない、皆さん書いてない。オッケー、うんうん、なんでこんな熱くなってんだろうこれ、うん、最後、はい、いきましょうか。はい、1番、これどっちから1番でもいいですよ別に。あ、1,2,3,4 でいきますか。元さん近い方から 1,2,3,4 あ、お前が覚えてんの。え、どういうことこれ。俺覚えてる、もうどれに入ってるかも覚えてるんで、このコップ置く位置さえ変えなければ。あー、なるほどね。そう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 、コップ置いてる位置変えられたらちょっと僕も同じ側の。じゃあじゃあこっから、はいはい、1番右。じゃあいただきます。はい、これ1番で、じゃあいきましょう。はいはいはい、はい、はい、この順番だけ変えないで、この並びだけ変えなければ、はい、あ、一旦リセットの。そんな、そこまで、そこまでやりましょう。せっかくならやりましょう。やる？あ、そう。もうちゃんと俺が証明します今日ここで。うん。缶の方がうめえ。缶の方が、まあ瓶がうまいもちろん。そうです。下に猫ポコがいたんで、話しましたけど、うん、やっぱ瓶がうまいよねと。でも紅茶カレーのさ瓶って見たことある？紅茶カレーの瓶は見たことない。でもコーラの瓶は化け物にうまい。あ、そう。もう格別。そうなんだ。あ、でもビールも確かに瓶が美味しいもんな。でしょ、そういうことですよ。炭酸系は特に瓶の方が美味しいのかもしれない。でも僕は、じゃあすみません、外す。水もちょっと入れてきてもらって、ね、口リセットしながら。よいしょ。これ混ぜないでくださいね。こっちに混ぜないで。あ、もちろんもちろん。じゃあ、2本目いきます。はいはい。2杯目。どうなんでしょう。おお。違う？今1番と2番でちょっと違う。違う気もするけどね、俺は。なるほどね。ひふみさん、牛乳も瓶がうまい。確かにね。3本目。はい。どうだろう。はい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 、違う、はい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 、違うんだ。4本目ちょっと忘れないうちに。はいはい、どう。ああ、なるほど、ちょっと待ってくれよ。どうなんでしょう、どう。うん、はい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 、何の時間これはいはいはい、暗視違う。でもう一回これだな、ちょっと待ってよ、うん、どうなってる。オッケー、オッケー、答え出ました。オッケー、答え出ました。こっちから1でいい。いいよ、うん、いきますよ。はい、まず1番はペットボトルですか、缶ですか。これいな、1個ずつがいいか。1個ずついったらいいんじゃないこれ外した時大変だな。そうだよ、お前がやるって言ったんだから。そうだね1個目、はい、1個目は、じゃあいきます。1個目は缶ですかペットボトルですか。カンカン。さあ、お願いします。回答全部聞いて帰るんです。あ、そうですね、全部元さんの回答聞いて帰るんです。あ、そうですね、それがいいですね。ここでつまかった、分かった、元さん、今ちょっとあれだから、はい、あれだけど、ここ今置くんで、はい、2つの前に、はい、あなたがペットボトルと置いてるんですか、はいはい、じゃあまずカンカン、はい、1個目カンカン、1カン、はい、1番がカンカンで、2ですね。2番こっちです。2番、うん、2番、2番こっち、ペットボトル、はい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 、3番ペットボトル、はい、4番カンカン、はい、さあ行ってみよう。不正解でーすそんな違い、そんな違いだろう。ええー、分かった分かった、はい、1ここ1ここ、はい、1,2,3 ペット、はい、4缶、4が圧倒的にうまい、はい、どうだ。不正解です。まあ不正解というか、確かにこの4番の青は確かに缶なんです。こいつは缶だろ。こいつは缶です。ダントツ、待って、え、じゃあここに缶が何個かいるわけだ、はい、待ってくれちょっと待ってくれ。いや、4は圧倒的にうまいのよ。これは確定だ。4やばいのよ。これは当たりましたよ。これは4やばい。あ、そう、それ4やばいって何。4うまい。俺の入れ方の問題ですか。4うめえ。で、待ってよ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 。じゃあ1は
1は違うんだよね、ごめんね。うん、1違う。2と3が缶、どっちか、うん、どっちか缶、どっちも缶ってあるか、うん、待ってよ。どっちもいいじゃんね。大して構わない。うわ、OK、はい、こうだ。不正解です。僕最初に言いましたね、青いコップと白いコップがあるって言って、僕もちょっと、ま、番号振れないんで、そんな分かりやすく青をカンカンにしました。青をカンカン、白をペットボトルにしました。はい、味一緒です。ねえ、がうまいよね。待って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 、これで飲んでいい。うん、これはじゃあ俺が本当嘘ついてるついてないの問題に関してはで、これでしょ、で放送のアーカイブ見て、うん、うわー、缶がうめえ。だお前多分この缶缶のこの飲み口だけでお前うまさ感じてるから、お前缶がうめえ。いや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 、残念でした。本当残念でした。安心、水まで用意して。トゥルルルルッつって。4はすごかったのよ。何が違うの？4の後味に奥に潜むレモンがすごかった。レモンというかこの紅茶加点がすごかったのよ。ちょっと分からんわ、うん、どちらかといえば、うん、ペットボトルの方がすっきりなんですけど、はい、ごめんなさい、もう説得力ないでやめましょうね。キャンさんもやってもらったんですよ。元さん来る前にキャンさんにもやってもらいましたけど、キャンさん的にはこの確かに味は違う、うん、ペットボトルの方がすっきりしてるんでしたっけ、うん、ちょっと香りがまだもう今言いたかったことなんだけど、俺が甘さが来る、でカンカンの方はもうちょっと紅茶感が強いってことですね。そうそうそう、グッとくるもんがあるんですよ、だから、はい、で後からじわったの。そうそう、あ、それだろうね、俺が言いたいのは。それをただうまいだけで表現してるんだ。うめえんだよ。そうっすか、はい、来週コーラでやります。コーラでやる、来週コーラでやる、コーラでやります。いや、これはもうちょっとやらないと、うん、あなたあと一応さっき元さん言ってた時にあと一個できそうだねって言ったのは俺のアイスカフェラテあってね、コンビニの、はあ、ファミマ、セブン、ローソン。僕ローソンばっかり飲んでますけど。いや、レベル高いっすよ、同じ商品で。知ってますよ、これがね、あのね、どっちも美味しい。霧の紅茶とか出されるんだったらもうさすがに分かりますよ、うん、さすがに、はい、僕、うん、うん、まあまあいいでしょう。ちょっともう飲みすぎてお腹いっぱいしちゃって。で、1個、はい、当てるってやるんだったら、はい、先にペットボトル飲んで、はい、缶飲んで、味覚えて、テイスティングしよう。はいはい、なるほどね、確かに。ということで、元さんの紅茶家電瓶とペット、あ、缶とペットボトル当てゲームは失敗。残念、残念でした。缶だね、うん、言われてから飲んだら確かに缶だなと思う。いや、もう 下にね、へばりつくというか、じわってくるんですよね、うんうん、こっちはすっきりスーって取っていくんですよ。わかんないです、あ、飲まないんだ。あ、甘い。あとこっちかも言われたら。どうとでも言えるわ。正解分かったら。正解分かったとはどうとでも言えるわ。もうダサいわ、ずっと。いい企画ですね。いい企画、当てても面白いし、当てても外れても面白いです。でも、もう2回目は面白くないかもな。確かにな、俺があんだけ熱く言ってるから面白い。こんだけ力説されて外すのが一番いいじゃない。振りはもうしっかりですから、ちゃんと振りして俺出てたから、はい、全部。そしてもうこの時点で俺勝ち確だと思ってるから、もう当てようが外そうが、もうどっちでもいいと。お笑い、あと全力でやればいいと。全力でやりました、だから。いや、面白いですねこれね。くそー、 いやーちょっと4、うん、まあな、ちょっとな、うん、まあまあ仕方ないでしょ。まあまあまあ残念でした。はいはいはい、紅茶家電は結局一緒、分からないって。一緒一緒一緒、どっちも一緒。味一緒、紅茶家でもね、うん、コーラとか分からんよ、うん、やってないからまだね。まあね、ドクターペッパーは違うんだよな、全然。ドクターペッパーのまず俺ペットボトルも見たことない。あるあるある、あるちゃんとある、ある。ドミノピザに置かれてる。そうなの、何してる。ドクターペッパーはじゃあどっちが噛んでしょ。ドクペやりましょう。じゃあドクペで、ドクペで来週、ドクペも中地来週まで待ってくれと。まあ見てないだと思います、見てないと思いますけど。興味ないでしょうね、うん、はい、行ったことも忘れてると思います。はい、絶対違いましたね。これでもかっていうぐらい違いましたね。外してたな。いや、しっかり外しちゃった。しっかり外しましたね。おもろかったわ。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。分かりやすかったんでこっちで。お腹いっぱい。一回 CM 挟んでいい。一回 CM 挟んでいいですか。一回2個、じゃあ CM、 一回じゃあ CM です。CM です、はい、どうぞ、はい、
もう一杯まとめるあそこからじゃん。これ単単に元氏の下の問題だと思うんですよ。いやもう4つあるとちょっととかね、2択じゃなくて、まあ、2択にしたら、まあ、2択にしたらちょっと分かりやすいかなと思って俺の中でここまで力結するんだったら4つかな。多分コップが普通だったら1234振って1個だけ管理するとかにしてたけど色も分かりやすかったんでちょっと分かりやすく2個しました。いや、面白かったですね。水の飲み当て。水は東京行くたびに、うん、だこの前、うん、東京仕事で行ったじゃないですか、はい、ゲームの仕事、はいはい、初めて東京で水飲んだんですよ。あ基本的にペットボトルの、あ、いや、ラーメン屋出てきた水、うん、だか何かしらご飯屋行っても僕ジュースとかなんか、あ、確かに水で飲ん、水で食ってるシーン見たことないですよ。あんまり初めてかもしれないんですよ、本当に。あのラーメン屋で、ラーメン屋水しかなかったから、うん、水出されたんですよ、うん、意外がしたんですよ。単純にそこの水があんまり、あ、いや、だ軟水、硬水の違い。でも基本飲み水で出すのってあ、だから合わないんだなと思った、体によく言うさ。それ風呂とかでみんな言うんだよ。マジ、うん、全然そこら辺で売ってる水って基本人が飲んでる水マジ違え。これ軟水だぜ。ジャーチロラメ屋これ、うん、ジャーチロラメ屋これだと思う。基本飲む水はあの沖縄でも軟水ですよ、ね、あんま硬水飲むってない。エビアンでしたっけ。ね、あれが硬水、クリスタル海水、うん、海洋深層水と海洋深層水、あれ硬水。じゃあこっちのラーメン屋がです。あとファミマが水2種類あって1個は硬水で1個軟水。オードブルの深夜に飯テロ。オードブルの深夜に飯テロ、FM ギノンから生放送でお送りしております。今日メール来てますね。はい、はい、これいいね。この紙で読むのいいね、これ。どういう系のメールですか。もう普通お知らせですか、それともやあいつですか。あいつです。あいつでした。はい、もこもこもとしさん、松田健吾さん、こっちゃーす。トラ吉、大吉、ウフジシです。なんかに久々な感じがしますね。そうですね、この間一人で外食をしなきゃいけない状況に陥ってしまったので、まあマクドナルドにするか、お隣のすき家にするか、あ悩んで、なるほど、悩んで、うん、悩み抜いた結果、はい、マクドナルドを選択しました。あ、まあ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 別にいいんじゃないですか。ポテトをつなみながら、はい、X かっこ旧 Twitter、はい、を眺めていた、はいはいはい、もこもこもとしさんが、はいはい、すき家いただきますとポストをしていていつです、まあまあ、僕はもう超絶ヘビースキアユーザーなんで、フリスビー丼を好んで食べに行きますけども、まあ、そのポストをしていて、はい、完全に洗濯ミスったなと後悔し枕を濡らす夜を過ごしました。知らんよや、知らんよ。一応ですよ、そのすき家って、うん、まあ、何店舗もありますけども、うんうんうん、僕が行くスキアも3店舗しかないんで、はい、三浜、うん、茶炭寄りと、うん、ギノアの、カレー屋の前と、ギノアのカレー屋の前が茶炭か、あっちが茶炭だね、うん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 、あのゲオ行かないぐらい、ああはい茶炭ね、ごめんなさい今北向きの話です、はい、北向きと、もう一個がまどこあったっけスキア真ん中ぐらいにあるんですよ。へー、まあ、3つぐらいあるんですけど、はいはい、そうですか、そうですか、はい、枕を濡らす夜を過ごしました。まあ、ゴーバチ沿いのスキアです全部僕が行くのは、はいはい、どっかで張ってれば会えるようじゃないよ別に。一応ですよ、はい、僕あれいただきますと言ってますけど、はい、食い終わってからあげてます。知らんけど、あの本当に見バレしたくないんで。どうでもいいよ。僕もう誰もお前が食い終わるまでに、トラキチがやるだろう。お前が食い終わるまでに会いに行こうとはならんよや。僕は見バレするの怖いんで、一応いただきますと言ってますけど、見バレはしてるわ言ってますけど、一応、うん、もう食い終わるぐらいでポチッとあげて、うん、ふう食ったな帰ろうぐらいにします、はい、バレないように。あれが分かったタイミングにもう帰ってます。今行ったとしても会えないよ。もう会えないからさ、知らんわ。お前さ、アイドルでやり口じゃないよお前。女性アイドルのなんかこう出待ちされたくらいみたいな気性はずっと知らんわ。矢が何時に食ってあげてるかはどうでもいいし、鉢合わせても嫌だし。でも営業時間とかの時はちゃんと営業時間内にあげれるようにしてます、うん、あ、そうですか。そこに行ってほしい。そこはあのちゃんと、お前この前ちゃん焼いてたさ、うん、
たまたまあの日2回行ったよ、金土、中地と日曜日行った。中地といない日、1人金曜日、金曜日たまたまなんですけど、元栖さんがいただきますあげて1時間以内に僕気づかずに行ってました1人で あそうなんだ。危ない、もうあれタイミングずれてたら最悪です、ね、鉢合わせてますよ、ね、僕とラーメン屋プライベートチャイヤは嫌っすね、鉢合わせて一緒に行くは別にいいけど、一緒に行くはまあ分かるよ、まあ分かるじゃん、なんか火曜日一緒に行った子やラーメン、あーそうそう、ラーメン食いそれはいいんだよ、それはいいんだよ、プライベートで食いってお前がいたら怒るかもしれない、なんで帰れやっていいだろ別に、それはいいだろ、おかしいだろっていうかもしれない、それはいいだろ、あそうですか、一人で一人で、あ珍しいね、あ結構一人で行く、あそうなんですか、うん、どうしてもたまに食べたくなった、あそしたら俺がやってきてそしたらお前が1時間前と俺も座ってX開いて見てたら、いただきますちゃんや、ちゃんや、あ俺が1時間前に食ってたって、そうお前が言ってた、あ何時ぐらい、結構遅いんじゃないじゃん、僕結構遅く行きました、あなるほどね、うん、何してたお前、それまでちょっと別で用事してて、あなるほどね、そう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 、彼女彼女じゃないじゃない、誰誰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 こんな短いわけないじゃん、ごめんねごめんねごめんなさいごめんなさい、まあ、ここからちょっと話が変わるみたいなんですけどね、はい、今日も暑いですね皆さんはいかがお過ごしですか、いいよ無理に書かないでいいですよ、先週の放送でゲスト出演されていた、はい、シュータね、中本さん、はい、シュータね、あ中本さんって、ね、うん、とても親近感が湧きました、宇藤氏自身も奥さんは年上で、はい、奥さんの連れ子の娘2人、はい、今や成人して社会人として働いています、あなるほどね、あのシュータ の、うん、その一番上の子が連れ子っていうんですね、もう連れ子だし、もう年もめっちゃ近い、うん、そうそうそう、もう中学生だもんね、そう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 、うん、あまあそれここに親近感が湧いてた、うんうん、はい、娘たちもニーニーと呼ぶので、あどっちかっていうと兄弟って感じですね、はい、そうっすよね、トラキさん若いですもんね、若いよね、うん、ただ父の日には渋いデザインの湯飲みをプレゼントされました、はい、父として見てはいるんですね、一応これどっちかというとケールの日じゃないと思いながらまあまあ、ね、と思いながらも、はい、やはりプレゼントされると嬉しいですよ ね、まあ、嬉しいですよね、娘たちにとってはまだまだ頼りない存在だと思いますので、日々精進したいと思います、中本さんお互いに頑張りましょうね、ではではおやすみなさい、月曜日のくれやまた見送る、月曜日のくれや、いいけど別にいるよ月曜日、あいつ月曜日に送れや、月曜日のくれ、後半は月曜日に送れ、俺なんかが電話をするとでも、いいよ必ず A4 でよこせじゃないからA4 パンパンでよこせではないよいいよ別に A4 半分の時でも、うん、でもやっぱあれなんだよ、はい、スキヤを選ばなかった自分に知らん悔いをして枕を濡らす夜を過ごしたんだよ、知らねえよお前、びしゃびしゃですよ、知らねえよ、あおかマックのポテトも出てたはずよ目からコパサのや知らねえよ女をありがたいわ、でもメールもらうっていいね、でもやっぱね、まあまあ、ありがとうございます、こうやって紙で読むのもありですよ、紙以外では来てるんですか、紙以外では来てるかな、沖縄大好きも見に来てくれた、あ、逆に他今日誰も、あと1件かな、何が、俺がいないのにやった、何が今日誰が来てるとか、誰が来てる、あラジあこっちやってないやってな やってない、まあ、コメントもたくさんいただいておりまして、カフポイさん、ピンクルちゃん、ヒルキ先生、ラビット、ヒーフーミーさん、沖縄大好きと、ありがとうございます、だヒビキさんもだからそのお前を、ね、うん、そのインスタグラマーじゃなくて、うん、インフルエンサーで、ね、インフルエンサーじゃないの、めっこでしたっけ、おいっこでしたっけ、なんか書いてたな、なんか書いてたよ、友達の子供が、あ友達の子供、ね、俺の動画を見て、ほらシェンシェンの推しが出てるからずっと見てるよって言われたよって言うと、やっぱそうなんですよいやこれ本当一部ですから、やっぱそうなんですよね、これはだって響さんが俺のことを認知したいで、それをこの友達の子供に教えてる結果、でもやっぱそこに回ってくるっていうのが大事ですよさすがですね。分からんわ。分からん。メールないですか？うん？メールあと1件ありますよ。ああ、じゃあ読みましょう。先に。メール読みましょうか。こっちね。はい。お疲れモードのマツケンさん。はい。元志さん、いつも元気な。なんで俺にはなんもないばよ。なんか前落ちしてや、俺には。いや、いつも元気なスタッフさん。スタッフ。お疲れモード。なんかつけて俺にはなんもお疲れモードのマツケンさん。元志さん。いつも元気なスタッフさん。なんだこいつ。リスナーの皆さん、こんばんは。奈良です。本日は真面目にメールを送らせていただきます。どこがよ最初にさんざん、ボケつけます。こっからな。こっからね。中地さんのラジオでもメールで言いましたが、聞いてない方のために言わせていただきます。はい、何よ、重大発表があるんだろ、なんだよ。ここな、ここな。何よ。言える言える言えない、もしかして。言えない、あんまり言いたく、言えない。俺一回見て、一回見させて。一回読んで、これ。一回見させて。これ。
よそれは言わなくて。もういいよ言わんで、これは大丈夫ですよ言わなくて。では発表したいと思います。いや言うかや。いや言わないっすよお前。どう読むかお前は。俺なんかこれどう読めばいいのか。青か、ディレクターとしてカットです。いいよ。いや奈々ちゃんその自分にその自分があの自分のお話していただくのはいいんですけど、全然ね、奈々ちゃんが別にね、うん、そこを気にしてないの分かりますけど、うんうん、で僕たちもそれ気にしてないので、ね、気にしてないですけど、うん、ただね、ただごめんね、うん、わざわざラジオで中地は言ったんかこれを。中地言ってた。中地言った。あ言った。そうですか。まあ僕ら言います、いいんですけど僕ら言わないです、ごめん、僕ら言わないです。で別にそれは気にしてないので、うん、別に奈々ちゃんは奈々ちゃんなんで、奈々ちゃん奈々ちゃんなので別に何も思ってない、はいはい、それにそうだからといって、はいはい、何もないんで大丈夫よ。はい、いつも通り優しく対応していただけると嬉しいです、ラジオでもねっていうことで。ただ、うん、やめなさい、こういうのは。困っちゃう。まあ、だから会ったとき、いつも通り優しく対応していただけると嬉しいです、ラジオでもねということで、あさっての FEC をおらぎじょ楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ますあの知ってるし、俺なんかも。ね、なんか自分で言ってたよ。うん、言ってたし、うん前にも、前にもこんなメールもらったし、大丈夫、大丈夫です、気にしないでください。その上で喋ってますから、うん、大丈夫ですよ。はいうん他大丈夫ですか。メールなしね。他もメールないみたいですね。コメントも大丈夫ですか。コメントも大丈夫そうですね。よいしょ、はい、オッケー、はいはい、うん、2週間ぶりのこのコーナー行ってみましょう。お、なんだ今日の今週の南。何のジングルもないのにただリバーブだけでどうにかしよう。さあということで、でれ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 ぐらい入るんだよラジオって普通。コーナーやったら大体俺一応を止めて一秒さあこのコーナーはみたいなやるんだよ。分かる。ラジオってそうなんだよ。俺ラジオディレクターも最近よく CM ラジオ聞いてるから分かるけど、コーナーでガナったら BGM 流れて雰囲気変わるんだよ。さあこのコーナーはめたそう入るもんな。確かにな。そうね、今年にはそんな技能使わない、ね、そこまでの技術は使わない。僕はですね、はい、あのアダッチミツル先生ダッチに引っ張られすぎて、アダッチミツル先生が大好きで、そうですか、はい、まあ、当時あのドンピシャったのがクロスゲームとか、はいはい、今ミックスだとかね、うん、ありますけども、タッチという超名作、はい、名作ね、漫画がありますけども、はいはい、まあ、よくよく考えたらタッチ読んだことねえなと、はい、そのいろんな、ね、テレビとかでタッチの名シーン、うんうん、ね、双子の弟のかっちゃんこれで死んでんだぜ、うん、嘘見てだろみたいな名シーンとか、綺麗な顔してるだろうね、あ、そう、あ、それね、それね、うん、とか私を甲子園に連れてってみたいな名シーンは知ってると、うん、がしかし読んだ内容を知らないと、ちゃんとした内容を知らないとということで読み始めたところですね、はい、読んでいくとですね、はい、朝倉みなみ、はい、クソ女説が出てきまして出てきましてね、あの時代は許されたかもしれません。令和では許しませんということで。もう転がしてるんですよ男南が手のひらで、ガッチャンタッチャンをコロコロなんだお前と。ということで、はい、まあ、先週の放送では、はい、まあ、毎週ね僕はアプリで読ませていただいてまして、うん、サンデーウェブリーさんありがとうございます、はいはい、企業案件からこれ、ね、僕はあの普通に気持ちを伝えてるだけです。そうですか。サンデーウェブリーさんに本当にね、はい、本当お世話になっております。で、まあ、かっちゃん弟のかっちゃんが野球部のエース、はい、たっちゃん主人公、うん、兄貴でもダメ、何にもで、まあ、そのかっちゃんに比べたら何もできない、うんうん、ダメな兄貴みたいなね、うんうん、でもたっちゃんボクシング頑張ってると、うんうん、でかっちゃんも野球の1年生だから4番でエースみたいな、あ、もう最後4番じゃなかったかもしれないけどエースでね、うん、エースですごいよみたいなで、あ、うん、南は、マネージャーをやってる、野球部のマネージャーをやってる、でもそんな南は、うん、たっちゃんが、たっちゃんが好きって、かっちゃんは南が好きと、なんだこの三角形と、はい、で、まあ、たっちゃんと南はもう注文してますと、まあ、いろいろありました。ごめんなさい、過去の放送見てください。もう、はい、これ全部言ってると長くなっちゃうんで。いろいろありましたよ。でですね、甲子園決勝。はや。甲子園決勝。あ、失礼しました。県予選決勝。はい。都大会決勝ですね。はい。東京都予選の決勝、うん。先週簡単に死んだというのは聞いたんですけど、ついにかっちゃんが死んじゃったっていうのは聞いたんですけど、その死んだ経緯だったりとか、そういうのは僕まだ聞いてないんですよ。ね、なのだから、その僕はずっとかっちゃんがもう、うん、かわいそうでかわいそうで、はい、もうこの転がされ方が。南にずっと転がされ、で、このあと、かっちゃん死ぬの確定してるんで、はい、そうです、どうしたらいいんだと僕だと、はいはいはい、ずっとそう読み進めてたんですよ。はい、というでですよ、はい、まあ先週、先々週で終了した時点からのお話ですけど、うん、まずね、決勝戦、うん、県大会決勝戦の朝、うん、その先にね、家をかっちゃんが出るんですよ。うんうん、ごめんなさい、箇条書きで書いてるんでね、いいですよ、思い出しながらね、はいはい、かっちゃんが家を出ると、先に行ってると、決勝の日、決勝の日、
行きますね、はいはい、先にと、はい、いうことで先に朝、はい、もう本当12時とかからだけど試合、はい、朝9時に向かうわけですよ、はいはいはい、で南は、うん、ちょっと遅れて、うん、球場入りと、うん、マネージャーなんで応援なんで、あ、直入りでいいよと、直入りでいいよと、うん、でかっちゃんは一旦学校に、あ、かっちゃんは学校に行って、うん、一旦学校に行ってみんなで集まっていくと、うん、あ、お笑い劇場スタイルね、そうですでマネージャーの方はマネージャーの方は本番前に直入りでいいよと行っていただいて、でかっちゃんは、うん、俺もまあまあ行くよみたいな、うん、後から行くわみたいな感じだったんですよ、うん、はいはい、でもう二人がいなくなった後、はい、お母さんがやってきました、うん、かっちゃんたっちゃんの、うん、お守りを忘れてると、かっちゃんが、かっちゃんが、うん、これたっちゃん持っててよと、はいはい、なあめんどくせえよあんたの弟よと、いい、めんどいめんどいと、いつも持って歩いてるお守り、うん、あれ持って歩いてないよと、うん、暑さ大変だ、ただいやもうお母さんが、いや決勝だよ今日と、うん、あんた今日決勝持ってきなさいと、うん、しょうがねえなということで、もう持っていくわけですよ、はい、学校着きました、学校着きました、それはキャッチャーのね、はい、小太郎くんっていう、はいはい、他の野球部のメンバーね、そしたら、うん、ついたか勝也みたいな感じで近寄ってくるわけですよ、うん、そしたら あ違う違う、達也氏や、兄貴やしやって、うん、ワンネワンネカッチャーランドと、カッチャンはどうしたんだいと、うん、であちょっと俺そんな、え、先に出たやろかって、うん、いや追い抜いたかなみたいな、俺が先に、俺より先にあれ、いや出ていきよったよと、もう僕はこの視点で、はい、とても嫌な予感がしてますもん、はい、描写で、はい、確かに達也が学校に向かう間、はい、救急車の音と、はい、人だかりの描写がありましたと、なるほど、おいおいちょっと待ってくれよと、ちょっと待ってくれよと、もしかして俺明日までこれ待つんかとということでポイントを使いましたついについに毎日無料で1話読んでるんですよ、はい、もうそんなのは我慢できなくなりました、ポイント使わせると、ポイント使いますよ、そしたらもう次の話ですよね、はい、そしたらもう4番ピッチャーで出るわけですよ、はい、そしたらいつもサードを守ってるキャプテンね、はい、4番ピッチャー黒木君って出るんですよ、うん、ええって、うん、9番ピッチャー上杉じゃねえのみたいな、うん、上杉はみたいなのざわざわざわってやるんですよ、もう球場でも、もうエースっていうのはもう知れ渡ってるから、うん、もういやすごい1年生がいると、はいはい、上杉じゃないのかってなんだ、みんなもいやこれはもう将軍何かあったんだと、うん、上杉を待とうと、うん、それまで黒木頼んだぞと、うん、分かりました、はい、で親も球場で見てますと、はい、南も球場で見てる、もうえかっちゃんがどうしたんだと、どうしたんだと、わっ監督と何ですかこれはと、がしかしもう動くわけにはいかないんで、うん、いつ何が起こるか分からない、確かにそうですね、まあ見るかみたいな感じですよね、うんうん、そしたらまあまあ、はい、負けてるんですよ、どうしても黒木君ピッチャーではないんで、もともとサードですから、サードですから、まあ、どうしても1対3ちょっと GG で負けちゃってるんですよ、そうですね、クソってなって、でも頑張って1点差なら、はい、もう上杉が来たらもう大丈夫だからみたいな感じなんですよ、はい、で、お話、まあ、もうこれごめんなさい、もう今聞いた人分からないと思うんですけど、はい、原田君っていうボクシング部員がいるんですよ、なんかちょっとヤンキーっぽい、気の利いたいいヤンキーがいるんですよ、うんうんうん、が兄貴たっちゃんと同じボクシングで、はいはい、で原田君が上から見てて球場のね、うんうん、どうなってんだこれと、うん、おいなんだこれと探しに行くんですよ、おここでまた話が終わりますと、はい、で、できるこれ、そしたらこの話の最後で、うん、達也は、うん、病院で座っておりました、うん、で先生がやってきて手をつくしましたか、はい、ご愁傷様ですと、次の話、うん、もう亡くなったことが確定しまして、亡くなった描写はまだないんですよ、はい、3話目ですこれも、はい、描写はないです、ここもポイントで、ここもポイントで、あ、まあ、もちろんここ我慢できなくなってポイントでポイントできました、ね、はい、もう僕の今メモには、はい、かっちゃん今までありがとうとだけ、うるさいわ、うるさいわよかっちゃん今までありがとうと、はい、で達也が、うん、その球場まで行って、うん、達也すごいね、うん、死を告げられて、うん、球場まで行って、はい、親にとこま行って、うん、ちょ連れて、親ちょっとちょっと来てくれ、保護者の方連れてきてくれ、ちょっと来てよ、うん、一緒についてきてって、うん、なんでよと、うん、今試合中だよと、うん、和也一緒かみたいな、うん、とりあえずみたいな、で南も近づいて、うん、タッチャンっつって、なんかあったのなんかあったのっつって、うん、和也も一緒っつって、うん、あーっつって、うん、あーですよ、悪いな、確かに一緒っちゃ一緒なんだけどな、これ子供を助けて、うん、亡くなってしまう、引かれてしまう、あ、交通事故で、そうなんだ、こう交通事故でこうお子さんが引かれそうになってるところを、はい、かっちゃんが助けて亡くなる、はい、で亡くなったというあの名シーン、はい、あの名シーン来ましたよ、4話かかりました、ああ、そうですか、俺に4話も読ませたと、いいやし別にそれはこれはすごいと、うん、4日待てんかった、4日待てんかった俺にはと、うん、これ1日1話ずつは無理だと、うん、もうそんなポイント全部使ったもうから元気たっちゃなんです、で、うん、
まあその試合負けてしまいました。はい。で、うん、これね、あの描写として、うん、後々そのコメントなり考察で読んだんで、はい、うん、めっちゃすごいなと思ったんですけど、はい、その亡くなった後、亡くなった確定した後に、うん、そのかっちゃんの葬式をやるんですよ、もちろん。うんうんうん、その中に、うん、たっちゃんがいない描写なんですよ。みんな一人一人わマスで描かれてるんですけど、うん、たっちゃんだけいないんですよ。コマな、コマな、まあコマね、うん、たっちゃんいないんですよ、うん、はいはい、これは一応、まあ、コメントなんで分かんないです、うん、アダッチミツル先生が、うん、アダッチさんな、タッチに引っ張られすぎてる、ミツルがミツルって呼んでる、言ってたのかもしれんし、うん、みんなの憶測かもしれないですけど、考察的な、これやっぱあの顔がそっくりだから出なかったんじゃないかっていう、うん、なるほどね。やっぱりその後の描写でも、うん、ちょっともう、もう無理だから、うん、タッちゃんも、うん、やっぱ勝也の仮眠に分け方にして、うん、いやみんなみたいな感じでやってきて、うん、みんなにめっちゃ怒られるみたいな、うん、最初は喜ぶんだけど、うん、っていう描写がやっぱ何個かも何個もあるんですよ、この後。はい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 、って見るとやっぱ葬式に書かないっていうのは、はい、あ、そういうたっちゃんの気遣いを描いてるんだなと思いました。なるほどね。ということでもう一応、まあ、そっからなんですけど、はい、達也野球部に入りましたと、はい、これはなんで、なんで、これはもともとキャプテンの彼女かなが、マネージャーをやってるんです。3年生のマネージャーとして、はいはいはい、がもともと君も素質あるよってずっと言ってるんですよ、このキャプテンの彼女が。マネージャーなんですけど、うんうん、野球部の君も素質あるよってずっと言ってて、たっちゃんに勧誘はしてたんだ、うん、でキャプテンがボクシング部に行って、うん、達也が欲しいと、おもう、うん、私達也が欲しいと。で一応これはもうちょっとした、うん、ボケですけど、コメディですけど、うん、まあ、サイン色紙、小林瑠璃子先生の、うん、うるせえやつらのサイン色紙で買収されるっていうシーンがあるんですけど、まあまあそれはいいとして、はいはいはい、でたっちゃんも一応野球部に入って、ね、はいはい、今一応その練習をしているという。なるほど。でもキャッチャーの小太郎君とはちょっとあんまり反りが合わないですね、今。反りが合わない、なるほどね。で南も、うん、一旦マネージャーお休みして、お、うん、今新体操部に入ってます。だよな、俺新体操部、そうなんですよ、ここからなんですよ。いいさあ皆さん、来週またここからまた話ができればと思うんですけど、なんで南はさ、あんなに大好きなたっちゃんがさ野球部に入ってくれたのにさ、マネージャーを続けてない。これ何か裏があると思います、僕。南南ということで、かっちゃんシスということで。そうですか。7巻でお亡くなりになって、はい、全26巻ということで、長さのこっからあと19巻分、こっからどうなっていくのか。こっからはでもこっからはシンプルに南はたっちゃん一直線になるのか、うん、それともやっぱりいやこいつはクソ女だなっていうのが発覚するのかは、でもちょっと読み進めていきますけども、僕もあとだからここのあと一つの名言ですよ、だから南をこう言ってって、ね、はい、まだまだこれはたっちゃんに言うわけですよね。もちろんどのタイミングで言うかですよ、お前新体操部やないかと。あ、まあどうなる、一応1ヶ月かなん、そのちょっとした期間限定みたいな入り方なんですよ。お試し入部、キャプテンがちょっと怪我かなんかでいなく、はい、なって穴を埋めるためにあなたできるでしょ、きれいだしみたいな感じで、なるほど、入ってるので、これがどうね、これがどう作用していくか、はい、ということで、また来週の南がどう暴れて、来週の南も、はい、お楽しみにしていただければなと思います。いや今のところが南は大した動きしてないですよ、だから現状、まあ、ここはもうかっちゃんのね亡くなってしまうシーン、いやーちょっとね、あーきついですね。で何を思ったか急に新体操部に入ったみたいな、まあ、そうですね。ちょっと分からん。皆さんマジタッチ読んでみてください。まあ読んだことある人ばっかだと思いますけど、まあ、大体僕ら世代は多分ほぼ読んだことない人多いんじゃないかな。僕のもう僕の世代じゃないですからね、うん、言うても。いやいや、そんな中一応クロスゲームめっちゃ面白いですね。あ、そう、改めて読んでますけど。あ、そうなの。タッチ H2 クロスゲームミックス、まあ、それ以外にも水戸先生書いてますけど、うんうん、野球漫画この4つか、はいはい、他にもあるかな、あるかもね、わかんない。でもこの4つで有名だもん。有名なのがこの4つじゃない？H2 はだから俺はその世代だもんな。世代っていうかちょうどドラマ化したから。あー、なるほど。そのタイミングで僕はクロスゲームがアニメでやってたんですよ。はいはい、そうですね。めっちゃ面白くて、僕は H2がちょうどドラマ化してタイミングで見てたっていう。めっちゃ面白いです。山田孝之さんが主演でやってました。あー、そうなんだ、はい、そうミツル、めっちゃいいの書きますよ。知ってるよ、はい、みんな知ってる、その周知の事実なんで。じゃあ今週いいっすかね、ちょうど。そうですね、告知しますか、じゃあ。はい、あさって FEC お笑い劇場が、天物ホールの方でございます。オナシャス夜7時スタート、夜7時から、はい、6時半会場、6時半会場、今回は、うん、まあ、ネタもちろんですけども、うん、夏フェスをイメージしまして、はい、まあ、夏といえば、うん、まあ、もちろん夏祭りとかいろいろありますけど、
今回は夏フェスで、はい、夏のネタフェスみたいな感じでね、はいはい、なので、ね、あの芸人他の芸人さんからね、うん、あのいろいろ告知でも言ってますけども、はい、会場来場いただいた皆さんにあの光る、はい、バンドバンドというかサイリウムというかサイリウム的なやつをお渡ししますので、はい、これをですね、はい、クッション中そのネタを待ってる間とか出囃子の間とか、うんまあ、真っ暗になるんで一旦、ね、ちょっとみんな手振ったりとかね、はいはい、いろいろちょっと一体感を持ってね、はい、みんなで夏フェスを楽しんでいただければなと思いますので、はいはいはい、ぜひその我々もだから出てくるときすごいなんかあれでしょうね、なんすか普段見ないような光景でしょうね、こう再流まあ それも俺は見たいなってのもあって、はいはいはい、とかいろいろねいい、演奏してますのでぜひお楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということでまた来週ですかね、そうですね、はい、ではまた来週なんかありますか、あと小座があ、小沢、また来週話します。来週ありますね。はい。まあ、今月ライブ2本ありますから、と。はい、皆さんお楽しみにってことで。では、また、来週お会いしましょう。はい、オードブルの深夜にメシトロをお送りしたのは松田健吾と、もこもこ元出社。はい、また来週。ありがとうございました。それはどうでしょう、ダメじゃん、仕事としてしてる、してる、大丈夫、お疲れ様でした、奈々ちゃん、別にいいんすけどね、何いや、火曜日メール内容送ろうと思ったけど絶対ようなメール内容になってしまった、私疲れてる、ごめんなさいって、休めじゃん、うん、いっぱい寝る来てるけど、ん37から寝た、あ、メールで、こっちにこっちにコメント、俺のとこ行ってロックされてから元社員、ロック社員できないかな、ロックされてじゃあ、正しいかさっきの利き紅茶カレンジの時、量とか見て、うん、喧嘩気になりすぎてガンミッシュだ、ガンミッシュで、ハズレですって瞬間、外で爆笑してるどっちにしても面白いからね、いやでも俺は別に外して言ってないです、本気で言ったよ、本気でね、もちろん本気でやってるから面白いですよ、そうですよ来週ドクペ、ドクペ来週ドクペ、ドクペ2択しかないん、ドクペは2択だから、何カンカペと、あ、同じようにやるべ、あ、そう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 、で、今度はマッキーも持ってきてやればいいです、数字いいよ、だ最初お前が行った時になんかそうかなと思ったわけです、うん、か1個だけかみたいな、うん、まあそんなわけないかって疑ってしまった俺が、あれはちょっとね、うん、なるほど、そっから心理戦が始まってるんだと思って心理戦、僕そのこれ当てたからといって僕何もないですからねなるほどね、見てもらいました、はい、カメラってね、カメラちょっとやるにしても寝てさんだよな、氷の音とかでも分かるから、そのセブン買って、ファイマ買って、ローソン買ってってやったとして、うん、時間差ができるから、時間差もできるし、でカップでも分かるし、でそうじゃ入れ替えるってなった時にこの氷の感じでも分かっちゃうし、全部違うから、うん、だから僕は黙って貸されて戻りますよね、どうするの、チョコもね、大体分かるんですよね、チョコはメーカーで分けるしかないからね、明治ロッテが、あの、うん、モレナが、大体分かるから、明治が一番分かるやつ、明治とロッテが分かるからってなったら消去法で盛り上がってます、ロッテのガーナとかめっちゃ分かるよ、ガーナとか明治もなんか違う、分かるしいいっす、面白かったです、水はだから色はす、いや水は分かる飲まんから、エビアン、エビアンが一番分かる、エビアンが多すぎるよね、エビアンは、あんだけ外れたら分かるよ、エビアンぐらい、エビアンだけど、とかクリスタルガイゾー、クリスタルガイゾー一緒かな、クリスタルガイゾーとイロハスは多分ちょっと違う、でも近い、違う、俺が言うことはもうイロハスとクリスタルガイゾー、うん、クリスタルガイゾーはでっかいのがあるから、最後にありがとうございます、じゃあ、また来週ですかね、はい、はい、あ、緑茶ね、大いお茶、あやたかあれね、あ、いや、知らん知らん知らん、いや、緑茶はワンチャン俺飲めばできるかもしれない、うん、いや、違うんですよ、カンカンカいや、まあ、入れ物、飲み物一緒でカンカンカだね、ドクペ、ドクペ、うん、で、やりましょう、来週ドクペ、トマキスさん多分寝てるんで言っときましょう、今日は付き合い行きます
お前送られてきたメールの時間見てる。朝7時43分。早そうね。朝早いんだよ。ちょっと朝にこの長文書いたんだよ。見てないんでしょ、これ、いつも。でも終わって朝聞いてるでしょ、YouTube で。先に言っておきましょう。今日は好き。また来週。ありがとうございました。